も、かくれ TV です。今日は今年トレンドでもあるファーサンダル、そんなファーサンダルがたくさん販売されているスタイルなんだをご紹介します。ファーサンダルは多分今年、夏から秋にかけて多分一番トレンドで熱いサンダルなんじゃないかなと思うんですけど、そんなファーサンダル、スタイルなんだにたくさんあったのでご紹介したいと思います。なんかね、スタイルナンダにはラビットファーのもの、ラビットファーなんでちょっと値段が高いのもあるんですけど、ラビットファーのものだったりとか、あとタッセルがついたりもの、これなんかは秋とかにすごく可愛いんじゃないかなと思います。カーキとかミリタリーとかに合わせたりとか、旗とかに合わせても可愛いと思います。であとは普通にちょっとモコモコしてるファーだったり、ふわふわ系のファー、ピンクとか白とか、ちょっとガーリーっぽい原宿っぽいスタイリングにも合いそうなのと、とにかく今年は、ファーサンダル本当にトレンドなので、多分一足持ってるのはマストだと思います。なのでみんな早めにスタイルナンダでネットとかで買ってゲットしましょう。はい、ということでスタイルナンダ、ファーサンダル、みんなチェックしてみてくださいね。アニョン。韓国情報だったり韓国エンタメ情報、俺ちゃんメイクだったりグルメだったり、とにかく韓国のことをいっぱいいっぱい発信してきますので、皆さんコメントやリクエストもどしどし募集しています。 YouTube のコメント欄、 Twitter なんかにも気軽にコメントしてください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。